どうも、アイちゃーです、えー。この動画はおそらく入試本番前日に見てくださいみたいな感じになっているかと思います、えー、何かをこう技を伝えるとかではなくってちょっと自分が今ね、あのー、まあ、みんなほどじゃないんですけどある緊張してる状況にも置かれていますだからこうみんなもおそらく前日の夜、ね、明日本番迎えるからドキドキソワソワするじゃないですか、まあ、結構似たような 今心理状態にある時にまあ撮れたらいいなと思ってタイミングを合わせて撮っておりますと。でなんで俺が緊張してるかっていうと今撮影してるじゃないですかで今これ多分、まあ、15分20分で撮ると思うんですよまあ動画はそんな長くないと思うんですけど撮り終わったらすぐに車で東京の中学校に行きます、えー、講演会なんです今日。そうでしかもね雪降ってて今日撮影してる日がで高速 <laughs> 雪の中で、ね、運転しなきゃいけないそのソワソワもあるんですけどそう講演会が今から あるんでね、やっぱり講演会は何度やらせてもらっても緊張するんですよすごく失敗したらどうしようっていう気持ちもあるしなんか失敗してさそのかっこ悪いところを見せたくないっていうのはもちろんあるけどもやっぱり子供たちの時間をさ、い,ただいてるわけですよで今日も200人弱かなの生徒さんの前で中学2年生の前で話すらしいんですけどしかもこの寒いめちゃめちゃ寒いんで今日外をでその中さ体育館かなに集まってくれた子たち 1>, 1時間なんですけど、うん、時間をもらうわけだからその貴重な時間をさね自分にとってこう「あダメ駄目だったな」なんて時間にしちゃいけないし、うん、なんかそんなことを思うとねいつもいつもこう前日から割と「あ胃が痛てってなって今は結構もうねこう「痛い」みたいな感じになっておりますと。でまあそういう時、まあ、みんなはね先っ,ったけどみんなほどじゃないんだよ。ないから、まあ、比べちゃいけないけど。 そういう時にどういうことを考えてるかっていうのをまあ伝えることで、まあ、みんなさまあのそわそわしてるからきっと動画見たりとか歌聴いたりとかして落ち着こうってするけどなんかうまくいかないと思うんだよまあそのなんか一個の選択肢の一つでね動画見てもらえたらなと思って撮っておりますとで何するかっていうと何もしないっす <laughs> 何もしないもう前日になったらまあ今日は当日だけど俺の場合はだってさ自分の 実力以上のものって基本的に出ないと思ってるタイプなんですよ。まあ、なんかスポーツの試合とかだったら分からんけどいやでもその実力以上のものが出たってなってもそれは実力だったと思うんだよね。それだけの練習量をして時間をかけた成果だと思うん。でみんなもさおそらくもうこの動画を見てるっていうことはまあソワソワしてたりドキドキしたり緊張したり不安だったりっていう方だと思うんですよね。でももそううう思ってるっててるのはもう たくさんたくさん悩んで努力してきた証拠だと思ってるんです。で俺もそうなの。自分がなんで不安になってるかっていうと真剣に練習して真剣に講演会のスライド準備したし時間かけていっぱい準備した,したしたくさん練習したし、うん、だからこそ緊張するんだと思ってるんですね。うん、ででも前日さ何かすることによってあの当日もそうだけど何かすることによっても今持ってる実力が 格段に上がるなななんていいいうことはないじゃないですか、うん、だから最終的に思うのはもう今までやってきた自分、ね、頑張ってきた自分をどれだけ信じることができるかだよねって。うん、で信じるっていうのも難しいんですよ私自分にあんまり自,自信がないタイプなんで。そうだから信じるっていうふうにベクトルを向けたいんだけどちょっと言い方を変えてもう楽しんだもん勝ちだよって。 緊張ももも不安も焦りも全部楽しんでこいって今日講演会行かせてもらっておそらく自分を含めて200人ぐらいの方が集まるわけですよね先生方も多分含めてその200人の中で誰よりも楽しんでこようって楽しむっていう方が楽なんですね私の中ではそれはまあみんな次第だと思うからみんなが好きな言葉ねこうポジティブなワードに変換してくれればいいと思うんだけどうんって思ってる。 でも言うのは簡単するのはは簡簡単単するそんなに簡単ななにことじゃないよね実際では自分が一番楽しめたかなんてことも測れないじゃないですか。はいあなたは楽しみ度合いが35とか俺48だったみたいな分、ね、かんないじゃんそんなことは自己満足です。でもそれでよくないみんなが試験会場に行って、まあ、何人いるか分かんないよ。わかんないけど誰よりも 今までやってきたものを発表まあ俺発表会だと思ってるからね入試本番はみんなが頑張ってきた努力してきたその練習してきたものの発表会だと思ってるからその発表を誰よりも楽しんでくるってで楽しむためにはそれなりにこういろいろ練習をしてきてるわけだからそれを発揮すればいいというふうに思うのが大事なんじゃないかなって思ってます。うん、例えばさ細かかいとところで言うう試試験本番入試本番番入時ってさやってやぱりドキドキキしちゃうからさ こう時間とかで焦っちゃったりするんだけどあと変に一問に粘りすぎちゃったりとかねダメだよできる問題を探してできる問題からやっていくのであこれ簡単そうなのにできないって思ったとしても簡単じゃないから違う違う簡単そうに見えてるだけそういう仮面をかぶってる問題なだけだから気にしない,いあやばいいつもより全然解けてないって思ったかもしれないけどそれは難しくなってるだけ周りも解けてない大丈夫だから、うん、っていうふうに思えるかどうかだと思ってる。 自分が解ける、ね、できるって思った問題をちゃんと確実に取ってくる。ケアレスミスをとにかく減らす。ケアレスミスが一番悲しくて一番辛いミスになっちゃうから、それをとにかく減らすように。あとは時間の管理だね。あ時間足んなくて最後まで問題見れなかったよなんてことが起こらないように、ちゃんと大問がいくつあるか最初把握して、どっからチャレンジしていこうかな。で、大問がいくつあるから、1問あたり何分でクリアしていけばいいなっていうの最初にもう1分ぐらいでパッて決めて。 でそれ通り時間をちゃんと見ながらまあ時計を持っていく方もいるかもしれないけど時計を持ってね置いてそれと見ながらえそこをしっかりやっていくあとは一問一問落ち着いて解いてくる、うん、それだけですいいかいそれがみんなの発表会だからまあ俺もね自分にさ今自分に対して大丈夫大丈夫うまくいくちゃんとできる楽しめるって言い聞かせてんの口から心臓出そうになってるけど <laughs> だけどなんかそれの繰り返しです 講演会も結構ねやらせてもらってきたけど、まあ、何回やったって変わんないんだよ毎回もう胃が痛くなるし本当に口から心臓出るんじゃねえかみたいな「あやばい痛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 い」みたいになるけど、うん、でもいざ始まったらいつも同じ心持ちでやってますでもねこれはたくさん失敗してきたからなんてねたくさんはないから本番で失敗はあんましてないけどでも結構大きな失敗も講演会でやってるからさ昔ねうん。 その先に今があるからみんなもきっと模試とかでうまくいかなかったこといっぱいあったでしょうん、いっぱいあったって言うの失礼かごめんでも一回はあったでしょ模試で失敗したことその先に今があるんだよあん時のみんなと今のみんな同じなわけあるかい全然違うでしょうん、だからしっかり鏡に映った自分見ていい,いい表情で目に力は入ってるかいいい上の空になってないかいちゃんと自分を今鏡俺ねレンズに俺が映ってるけどお前なら大丈夫だぞって みんななも自分に言ってあげないいい今日と明日ぐらいはさ。で本番ねもう多分一番最後の入試になる方も多いかと思うこれでねそれが終わったらとにかく自分に対してマジで「お疲れ」ってよく頑張ったなって言ってやってでもし、まあ、これちょっと今考えることじゃないんだけどもしできたらその終わった時の夜、ね、家帰ってからの夜に何かその時の気持ち自分の気持ちねを何か紙にね書いとくといいよ。 日記じゃなく日記まで行かなくていいけど残しておくといいその受験、まあ、1年ぐらい1年ぐらい努力してそれを終えた終えるなんてことは人生でそんなないんだよその時の感情を真空っ赤にかみ真空パックのように残しておくと後で振り返った時にきっとみんなを助けてくれるうんだからそれもぜひしてもらえるといいかなでちょっと落ち着いたらご家族だったりお世話になった人に感謝の言葉を伝えに行くと 自分ににとって前に進めるそんな時間になると思ってますので、まあ、それはまた、ね、別の動画で話すけど詳しくはね、まあ、ひとまずは、まあ、なんかみんなにうんちょっとでも落ち着く時間が与えられたらなと思って動画撮らせてもらいましたよしじゃあ行ってくる <laughs> みんなもまずは気をつけて会場まで行ってきてであのー、まあさあの支えになるかどうかわからないけど この動画で俺が話したことでもちょっと頭の片隅に置いていっしっかりみんなを出しておいて発表会頑張るんだぞよしこんに行ってきます <laughs> それではまた次回の動画でお会いしましょうそれではまたねバイバいよいよ本番です今ねみんなが椅子を持って体育館に移動してくれておりますいよいよ始まります みんなも発表会楽しみで、ね、応援してる行ってきます